ゲーム丸々1本制作できるチャンスってあとどんくらい残ってるだろうとか考えると、今悔い残す残さないような仕事をしとかないとね。だからちょっと全身全霊を込めてやってみようかなという意気込みでやってましたね。でそういう風にやってると、なんだろう、いつも以上にいろんなタイプの音楽も増えたし、こういう可能性もあるんだっていう、なんか新たな展開みたいのも感じたりして、不思議な仕事でしたね。あの人の手が奏でる音っていいなぁと思いますよ。なんかが違うんだよなぁ、こう人が出す音って。スタジオでそのミュージシャンが演奏してるものを録音して、それをロールプレイングゲームに全部貼っ付けることができるっていう、こんな贅沢な仕事っていうのはありがたい、ありがたいあれですよね。あのほらジオラマとかの写真見せてもらったら、坂口さんはこれ今回マジだぞとか思ったの。だからこれをね見せてもらった時に、今回ガチだと思って、もうなんか朝起きて5時に起きて、もうすぐ作曲して、6時まで作曲して、そこからビール飲んで寝て、5時に起きて作曲して、こんな1年だったんで、だからもう起きたらもう起きる前ぐらいから頭の中で音楽が鳴ってるわけですよ。運命かなんか分かんないけど、やったのかやらされたのか分かんないけど、やれるだけはやりましたよ。楽しみにしててください。